素晴らしいプレーなんですよね、はい、ですからこれだけカーブに流れが来た、これ本当に西山のすごくいい当たりなんですよ、はい、このファインプレーっていうのはね、これケースがね、カープにとっては残念な結果。いや、西山もよく打ちましたよ。そうですね、バット短く持ってね。ローズからの攻撃なんですけれども、巨人ヤクルト東京ドーム、先ほど逆転のシーンをご覧いただきましたが、その後も一気果敢にヤクルトが攻めております。なんと9回の表で5点、以上と申し上げましたが、その後桑田の後は橋本、そして3番手石毛と出てまいりまして、さあセンターへ大きな当たり、センターを追う前田が追う、前田が追う、その頭の上破った、これは長打コース、打ったバッターのローズはセカンドへ、ボールが今返ってきた、ツーベースヒット、はい、一挙5点。これは橋本石毛ですからね、はい、ジャイアンツもしこれでこのまま負ければね、ショックは大きいですよ。勝利の方程式なわけですからね。足元破ってショートの右破った、さあセカンドランナーは三塁を回ったところです。ノーアウトランナー一塁三塁、ワンアウトランナーが一塁三塁です。畑山の当たりはライト川田の、これはナイスフィールディング、ライトフライでワンアウト。そしてバッターは谷繁、牽制が多くなってます。山本浩二さん、ここは何かありますでしょうか。ね、ノーアウト1打目になったでしょ、はい、そしてその川田がファインプレーしましたね、はい、でこれでね、ワンアウト1打目、これ1点も与えると分が悪くなりますね、まずここで考えられるスクイズ、あ、これいいですね、これ警戒するのいいんです。それを石井のファインプレーでカープのチャンスを潰された、はい、今川田がファインプレーしましたんで、ね、はい、これが無得点に終わるとものすごく面白くなってきます。ボール2、そして結局桑田の退場が効いたのかジャイアンツ、9回の表ヤクルトが5点を取って逆転勝ち、東京ドーム終了しました。さあ市民球場は8回の表、変化球フラッご覧の守備体系、もう1点も許せません。1球1球見逃せません。1球1球流れが変わります。ワンツーから近藤監督仕掛けてまいりました。しかし結果はファウル。さあ山本さん、ツートゥーですけれども、近藤さんだったらありえます。あります。ツースリーになればね、ツースリーになればツースリーになれば、はい、はい、ボール、その2-3、盛んにこう三塁コーチャーが指示を送っております。可能性ありますよ、はい、何度も牽制することですね。いやー、しびれるような場面になってまいりました。外しました。カープベンチも読んでますよね。